皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年8月の26日、同時進行で、真面目な動画も上げてますのでまあ、なかなかこれ大変ちゃ大変なんですけど、両方しない。僕も記憶つけてなかったら忘れるかな、イベントの。まあその真面目な話の方がね、だいぶちょっとまあ怖いっちゃ怖い内容だと思うんで、ちょっとちょこちょこ面白い話混ぜながらじゃなかったらね、みんな現実のところでね、萎えるというか、そのもうこの国もう無理なんちゃうか、世界丸ごとって思ってしまうんで、ね、ちょっと精神的にきつくなりすぎると思うので、ちょっと面白い話入れときますね。我が天下とか戦国武将の人しかわからないけど、今日はね、我が天下の方のイベントの方ですけども、週末の悪気をね、イベントも、本当の今、最近のね、イベントの、最終的に銅像をね、倒しに行くっていう、あれ、要するに解体業のことで、これちゃんと順番言っておきますね。まず、透析機。透析機、あれが多分嘘、昔から。そんなことしてる、今。順番に戦国保護とかで言ってるところは、三国志の昔の時代で僕が指摘してること、ちゃんと聞いといた方がいい。淡井さんの言ってること、これ本当だって。それ認識は違えてなかった。それ、最初嘘ついて。透析、せっかく作ったお城、壊しに行くばっかり。何キロその、石何十キロ運ぶつもりだった。もう笑いちゃった。みんな落ち着いてからプレイした方が、一旦これ見てからだったら、多分もう面白くて、思い出し、操作どころじゃなくなった。コラボイベント、雷神トール、ちゃんといるポセイドンとのコンビ、その編成も、行きたいところ方向ちゃんと投石とかしてるのに陣地内大臣と雷に立って気づく人は気づくから、ちょっとおまけでね、昨日はミュージックステーションがありましたけども、テレビ出てる人たち急に笑い出すでしょ。僕は言ってるの。テレビに向かって言う方を昔からちょこちょこ言ってます。ジャニーズのね、問題が最近ニュースになってるでしょ。もともとあんまりアイドルって大したことなかったんです。本当に。で、ギザギザハートの子守唄っていう、あれだけ、その頃はもう僕子供の頃だったから、もう大人になってから、もう今ちょいちょい何回か音楽業界にちゃんと言ってるんですよ。歌詞とか曲名とかバンド名だけは絶対真面目な内容にしとか、僕が言わない。違う違う。絶対誰か言う。ギザギザハートの子守唄。その当時、何って言われたか知ってます？パックマンに食べらった。ハートがギザギザ。その当時の原理。パックマン。もう今だからこそ正々堂々と言えるんですけども、もう二十歳ぐらいの頃フルーツラーパークで勤務してた時に、神戸市立ホテルフルーツラーパーク、そこでちゃんとね言ってますから、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと横で酒をしながら喋ってる。何言うか忘れた。そうそう。その話をされて出演者
もともとその話で、あの芸能人の、あのパックンっていう人出てきてるんですよ。本当に。子供の頃僕の自宅に電話かけてきたか、あの東山高校に来たかもしれない。本当に。そういう話になってる。母国本当にその人帰れそうなのかどうかちゃんと最初から心配してあげといた方がいい。まあそういう話になるんですけども、たまにまだ喋り方たどしい時ありますから、本当はちょっと待ってくださいよ。まあいろいろ思い出したりとかもするんですけども、本当は日本と海外行ったり来たりしてる人で もしかしたら米軍関係者かもしれないですね。あれだけ米軍基地いたら賢い人ぐらい出てくるでしょう。まあね、ちゃんとね、週末の割り切れの、ちょっと待ってください、何イベントだったかな、試練戦場2のイベント、これ順番に行くとまず透析機で、それから、画面見せますね。今復活したところ。ここ、野党。野党、違う。そんなに戦争したら人口の子。野党が出てきたら怖い。刀収めとる方が大名、年貢とかみんな収めてもらって。向こうどんな言い分で襲いかかってくるか分からへんっていうのが、それがまあ本当のところですね。でね、このジャック・ザ・リッパーに関しては正直これ見解難しいです。一応ね、まあどこからどこまで本当の話か分かんないですよ。これ誰が被害者が最終的に分からない話になるから、嘘を混ぜられていたら本当に、一応入れ墨入れてる人間はもともと昔から罪人なんですね、扱いが。で、その辺、カンネイとかは、はっきり入れ墨入れてるっていうことになってるでしょ。昔の武将の芸夫って呼ばれていた、武将も、そのね、クジラみたいな漢字書きながら布って書いてけ。入れ墨なんか入れてない。武将だったらどうしよう。君の方が罪人なんだろうとか言って、こうね、農業とか頑張ってる人たちが、こう、ついに我慢の限界が来た。クジラ取りに行った方ですけど、ちゃんと海岸に打ち上げられてるものを、それちゃんと食べれるかどうか、しっかりと私が確認してますから、言われたらどうします、ほんと。こんな昔から。政府の嘘の混入ね、矢打ってくるところ、一応それ熊大事の方でもね、僕言っといたんですけどね、それ熊が全力で怒ってくるから、無理だって、その木の板もう一回持ってきましょうか。一回言っておきますよ。痛い。熱さこれぐらい。これ弓矢ね、さっき鉄ですよ。貫けると思います。ドラゴンクエストの木の盾とか笑ってたでしょ。違う違う、木結構バカになるな。で、こういうこと言ってた、まあ、この間はちょっと大谷翔平の話も混ぜますけども、台風、ヒラリーっていう台風が結局エンゼルス直撃、アナハイムエンゼルスなんですよ、西海岸の方のね。で今年、エンゼルスの選手が怪我人史上最多なんですね、その主力メンバーで。まあ、僕も天の神様へのお祈りで守ってあげてた方なんですけども、正直メジャーは時間帯めちゃくちゃだから、夜中とかの日が結構あるから、東海岸のチームとしてエネルギーの残存量問題だって言ってるのに、余計な距離ずっと飛んでるでしょ。で
わからないですよ。そんなにエンゼルスの選手が悪いとも思えないし、まあ試合がしっかり中止になってましたから、本当に台風来てるんだって、そこまで国も嘘言わないから、災害情報、ただし災害情報昔の映像、この間の兵庫県直撃に混ぜて来られたから、以前の昔の水害の映像、もういろんな報道は確認して、最悪僕だけ見せられてるの違うかなって、これ AI が身勝手に判断で見せてきてる可能性もあるから、これ本当に政府でコンピューターのコントロール効いてますかっていう話なんですよ。だから僕ね、あの我が天下とか戦国部分について別校さんへっていう形で申し上げてたんですよ。昔我が天下で250戦無敗のプレイヤーがいたんですけども、 AI がね身勝手に乗り込んできて、人間よりもコンピューターの方が上だと、人間を支配すると、そういうふうな考え方で AI、もしかしたら国所有のスーパーコンピューター、それが身勝手に介入してきた可能性がある。一メーカーじゃ太刀打ちできない。水戸銀行とか、日本の大手銀行でもサイバー攻撃を受けてたでしょ、ニュース。それ現実にあるから、だからね、一回以前言ってたのが、まあこれ、まあ他国の方とかもいっぱいいらっしゃるから、どこまでその話通用するかわからないんですけども、一回プレイヤーみんな人間面名乗りませんって。コンピューターの電波での脳へのアクセスとか聞こえてくる方法は大体コンピューターが言ってきてるんですけども、それってね、名前名乗られたことないでしょ。コンピューターは名前を名乗らない。これが正式な爺さんです。だから実名全員名乗ってプレイヤーになって、もしかしたらコンピューターがプレイヤーに化けて出てきてる可能性かなり高いっていうのは、もう一つのアカウントでね、私1年ぐらい前かな、もう一回最初から今のデータ保持しながらしてみたんですよ。そしたら同じ曲に最初の方ですよ、最初の1曲目か2曲目か1曲目だったような気がします。チャートが終わった後の覚えてます、最初なんかこう操作してああ操作してっていちいち指示した通りに動かなきゃなんないやつ、あのあと以前同じようにプレイした人たちが入ってきたんですよ、その人たちの名前で。どう思います？多分それコンピューターでしょ。それ別校さんの方で管理できてるのかどうか、本当にもともと全国放送のテレビのニュースとか全国紙の方がしっかりしたこと書いてるんですけども、まあコンピューター同士がね急にお互い人間が使わない言語で会話し始めて、緊急停止でコンセントごと引っこ抜くっていう方法、それじゃなかったらどうなるか分かんないから、そういう事例も起きてるんでね、ちょっとねね、ある程度面白い話混ぜなかったらみんな怖なるでしょう。相手のプレイヤーが人間かどうか喋ってる相手ね、分かんなくなるでしょう本当に。だからその辺のところをみんなで協力し合えたらなとは思うんです。だから私こう公然とね顔見せてるんですよ。まあその話にそれましたけども、まずねこういうふうに透析機を狙う土石、ここ、その次、ね、銅像の横の、この野党を狙う、矢の党と書いて、本当はもともと、野党戦なんだ。いや、絶対役立たない。プロ野球選手、ボールよけと。150キロ台とか平気で避けてるの、まあ、平気じゃないですけども、避けてるんですけども、あんね、これって、もともとオリンピックで放物線描いてるのに、あんなに最新化したもので、強力なもので放物線描いてるのに、当時、ね、鶴っていうのは、木の、その枝というか、ツタというか、無理あるって、木のしなりを弾力にして飛ばすんですけど、農作業さん
あんな余計なもの作ってた。叱られるって。君本当に文字勉強できてる。いやいや、私たちは農業だけで。そういう時代。いやいや、神にそんな高級なものを我々の手に。文字書けません。本当本当、昔は識字率なのか、ものすごく低かったですから、戦国時代の何を戦としていたのか分かんないですけど、多分、あの、隣の国まで交渉行かされる人。違う違う。途中で熊出てくるときは出てくる。本当。いい加減な地図渡されたんだけど、殺される山の中で遭難して、本当、現代でも、ちょっと前までね、最近になってやっと山登りブームが終わって、ゲームとかが進出して、それで山登りとかね、やっと少なくなったでしょ。いや、来ないと思って、あれだけ富士山は危険だって言ってるのに、めったなことでこう、登らないようにしておかないとって言ってるのに、富士山に救助隊が。自分の体力ちゃんと考えた方がいいって。本当に大真面目な話の方で。本当に無理なもんは無理だから。降りる時の体力考えて登らんかったって。途中でもう引き返した方がええって。無理せん方がええって。って。ああ、またみんなの税金で呼び合った。本当。もうね、ちょっと僕もプレイしながらじゃないと思い出せない時あるから、こういう時にね、こう攻め込まれた時、これ、距離の問題。攻めてきた人間すぐに打ち倒しに行った方が近いから、本当に。あとは自分の方から攻めていくべきかどうかを判断して、相手が近くまで、また来てるから、またね、攻めに来てるから、ちょっとね、見えにくいから、今表示があるから、ちょっと本当はこういう状態。今画面、これが邪魔だったの。マジ不正。横から来られる時あるから。ほら、来た横や。これで結局ね、また余計ながらね、横の方行くでしょう。で、今度自分の方からどうぞ行くしかないね。これ作った方どっち余計な建物あれほど作るなってね。ガンツとかでね、兵庫県の淡路島の巨大な100メートルもある観音像本当に作った大バカ者が昔いたんですよ。もう多分その人たち生きてるかどうかわかんないけど、だって作ったの1980年ぐらいだからすぐ倒産客来るかどうかでわかる。東北の方から何あれって、僕も連れて行かれたんですよ。会社の通り。本当にあれ何とかせなあかんからとか言いながら、淡路島まで連れ去って。もう淡路さん素直な感想でいいですって、多分淡路さんのルートであの人たちに言ってもらった。解体できたの、20年後くらい。ガンツで。大きな、今のガンツですよ。最新のガンツいいか何か、もう何が何なのか僕もよくわかんないですよ、はっきり言って。巨大な仏像、一番強そうなやつに見えたでしょ。そいつ倒したでしょ。ロボット。あれ、重機。それぐらい俺たちで解体しとくわっていう強い人たち、根性入ってる人たち。もう僕は今まで危険な仕事十分してきた、大きな交通事故につなげられた、本当に長時間労働、1月300何十時間させられて、タンクローリーの運転、もしかしたら本気で殺しにかけられてたのかもしれない。本当に大真面目な話。もともとの法律の話とかもうしたから、大体覚えてくれてる人覚えてくれてるでしょ。政府上層部の話めちゃめちゃ怖いでしょ。上の方の世界とか変わったら。通報行くの何か怖い人いたら、身近に友達で110番とかできる準備しておかなかったら、
今度の世の中本当にむちゃくちゃなんだけど、まあ、そんな真面目。世の中に人のためにそんだけ危険な仕事をしてきた人たち連れていったら悪党の方がペコペコ、あ、お腹の方じゃない、頭下げる方、法廷に出される、被告に出される。もうちょっと一応攻略方法だけはしっかりと伝えれてたと思いますんで、あとはね、この辺のところを説明しておきますね。このパターンだと、早く将兵が回復するもので、たまにね、違う表記なんですけども、もともとこの獣みたいな幻獣の表記で良かったと思うんですけども、その表記がされてるときは、それを倒しに行ったら、この獣たちがね、この外交の隣にボタンが出てくるんで、そこタップしてもらったら幻獣がね、解体作業行ってくれどこまで夢見てんねんって言いたくなるときは言いたくなるんですけども、ほんと幻獣が解体作業してくれちょっとじゃあ大真面目な時、これ僕もそんな内容で作られたおかしい話違うってちょっと待ってくれよってなるからちょ逃げるなしにしようって、そこ真面目にしとかなあかんか、もしかしたら別校さんたちの方とかでは違う何か良いおとぎ話とかがあって、そういう風に作ったのかもしれないですよ、かもです。わかるんですか？仕事場に大真面目にふざける人間が混入されただけで、ほんとそこの仕事場めちゃくちゃになりますから、本当にまずは髪の毛染めてるか染めてないか、まずはそこ、本当にもしかしたら心当たりであるところ、姫路セントラルパークとかの動物園のライオンとか河合さんにそれ気づいてもらってライオン食料事情の時とかどうするって、もうそれこそアフリカに返しといたらよくない、日本ってね、牛肉とか輸入させていただいてる立場なんですよ、わかります、本当に豚まで輸入してもらってるでしょ、食料事情もともと日本めちゃくちゃたくさん食ってるやつらがいる動物園、アフリカとか返した方が良くない、もともと中国を捕らえるっていうことになってるけども、あかんもう人口いろんなところに人住んだろ、あんなところにいた本当に業務超過失致死で、あなたたち本当それ殺人罪分かってるっていう話になるから、しっかりとそこ僕説明しておきますね。わからんふりして、本当にそれするやつ出てきたら、大変なことになりますから、本当に。関税撤廃の会議とかできなかったでしょ。本当のところ。ね、もともと、ね、動物愛護法とかで、海外からペットの輸入は、そんな高いもの、みんなの給料ピンハネして、そんな悪いことし始めたのっていうことになりますから、ね。なんとかともみさん、もうちょっとそこ伏せてるけども、覚えてる人は覚えてるから、阪神・淡路大震災があったのに、あの子の方がええんちゃう、まだ二十歳そこそこやで、あの子も多分自分で知ること分かってんわって、まあ、芸能界で自分の年齢偽ってくる人は、本当にものすごく偽ってくるから、本当にその人をまず20歳そこそこの人なんですかって、小室ファミリーって名乗ってますよって、ゾウ乗ってスタジオに現れてきてるの、あの人に本気で叱ってもらったいって、淡路さん叱るの担当、帰ってきた時、仕事場から帰ってきた時、僕もうヘタヘタ、もしょっちゅうそんな人間の相手させられてたら、もうこの方向から話した方が多分ええと思うわって、もう怒るの正直しんどいしって、アンガーマネージメント、アンガーって怒るっていうことなんですけども、
本当に毎日5分間怒りっぱなしいられます。怒ってる方がしんどい。ダウンタウンの2人、松本さん、浜さん、それ暴れたらどうなるか知ってるでしょって、みんなまずに逃げる準備先にしといた方がええって、スタッフもスタッフも関係先もって、昔から本当のニュースでちゃんとサーカスとかで急にライオンとかが暴れて、ゾウが暴れて死人出てるから当たり前やん。あんなもの止めれるわけないでしょ、人間が。あってライオンとかも何百キロとあるか、200キロ超えだから、ライオンなんか当たり前で、筋肉ついてるライオン300キロ超え平気でいるから、そういう、あんなの本気でかかってこられて、で人間でどうにかできるかできないか分かるでしょって。ゾウを連れてきたんですよ。はっきり言いますよ。ゾウとライオンどちらが1対1で強いと思ってます。ゾウの方が強いの、強いに決まってるんですよ。ゾウ1トン超えですよ。ほんとほんと。本当は多分連れて行かれるスタッフとか、誰が処理にサインした、誰が処理にサインした、そんなところに動物連れ込んで、警察官銃持ってる、なんとか出してくれると思うでしょ。自衛官呼ばなあかん、ゾウ暴れ始めたら無理無理、こんな拳銃じゃ多分無理、ゾウ倒せない、最悪撃ったらゾウに確認されたらすんごい勢いで突っ込んでこられるから、警察官の方が逃げれない、多分向こうの方が早いから。あ、ちょっと話長くなりましたけども、これぐらいにしておきますね。以上です。